はい、皆さんこんにちは、桜庭でございます。お元気でしょうか。ということで本日はですね、スペシャルゲストにお茶夫人をお呼びしております。ということでお茶夫人よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はいはい、ということで節分も明けまして、はい、2月3日もう過ぎまして、はい、もういよいよ本当の2023年がやってまいりました、はい、やっぱり世の偉人たちはこの節分というものをね、非常に重んじているわけですけれども、ほとんどの人はね、もう1月1日というふうに決めているわけですけども、でもやっぱり偉人たちは皆さん節分を一つの区切りにして考えてますよね。そうですね、はい、豆まきってね、日本では風習あるじゃないですか、はい、いかほどの方がねそれをされたかなっていうね。でよくその豆まきで言ってる豆をね、鬼は外福は内って、うん、する習慣風習あるじゃないですか。ありますね。それで言った豆を、うん、年の数だけ食べるっていう経験したこと、それ言われてますよね、はい、これね、言ってる豆食べたらダメなんですよ。言ってる豆は芽が出ないでしょ、うん、これも本当に繁栄を阻止するための風習。食べるなら言ってない豆を食べてください。芽が出る豆だから、うん、でも食べなくてもいいです言ってる豆は絶対おと、うん、今日ねこの公開収録ですけど、まあ、来られてる方たちは皆さん還暦超えてらっしゃいますので、まあ、結構な数食べなきゃいけないので ねちょっと大変かなと思いますので、ね、そうなんですよ、ね、だから、まあ、ヤングマンはいいんですけれどもね、うん、だからね、そういう風習言われてることね、例えば、うん、北西に水回りがあったらアウトとか、鬼門がどうとかってあるけども、その辺って本当にどこまでが本当なんかっていうことなんですよ。その通りして栄えてないんですよ皆さん。この辺のことを話すとね、うん、また長くなりますので、ね、だからね、その豆まきとかその節分もそうだけど、その節が変わるっていうのはそういう風習ってすごく大事で、ヒイラギでね、それこそイワシを食べるとかねもあるじゃないですか。だからそういう風習的なものもちゃんとする、みそぎじゃないけど一回リセットしてから新年迎えてほしいなっていうのはすごくありますよね、うんうん、ということでね、もう早速本当の2023年になりましたけれども、うん、今年より良い1年にしていくためにね、どのようにして生きていけばいいかということをね、ちょっとお伺いしていきたいんですけども、まあ、お蝶夫人なんかはね、お聞きしましたらもう2023年はもう眩しくて見えないっておっしゃってましたけれども、うん、名言中の名言でございます我々平民にはもう明日が見えない、そして光など微塵も見えないという中で、我々はどうやって生きていけばいいのかなというね、うん、ちょっとご指導ご鞭撻いただきたいなと思うんですけれどもすごいね、なんかえげつなくすごいテーマですよ ね、 そうですね、テーマがね、どのようにして我々はこう光を探していけばいいかなというところですね。いやだから光探していこうって本当に思ってる人何人いるのかな、はい、とりあえず今日はもう光が見えない人が来てるので、いや見えなかったら見えないで過ごしてると思うんですよ、はいはい、あ光を探してるって行為を思ってる方が果たして何人いらっしゃって、はい、うん、それって光があると信じてるわけでしょ。そうです、どこかにそれってすごく大事なことだと思うんですよ。そうですね、もうどこかにユートピアがありますので、うん、だからユートピアがあると信じてるっていうことは何をユートピアにするかですよね、はい、そこを掘り下げて考えないとまず何もスタートしないと思う。そうですね、じゃあまず何をもってユートピア、はいはい、あなたのユートピアは誰なのか、ゴム、ゴムパッチンですね、ユートピアってねあのヤングマンはもう薬ともしてないんですけども還暦超えた方々がもう大爆笑してますけれども、まあユートピアを探すためにまずじゃあどうしましょう、ユートピア。いやだから何が欲しいんかな、あ 何求めてるか、何が欲しいんでしょう。あなたは一体何を欲しているのかってことですね。だからね、これをね尋ねた時にね、具体的なものを答える方と、はい、例えば愛が欲しいですとかね、うんうん、そういう風なものと答える人分かれるんですよ。具体的なお金が欲しいですとか、そうですね、あのなんか恋人欲しいですとか、うん、はい、そういうものと、いや愛とか健康が欲しいですとか、うん、ときめきたいです、ときめき欲しいですという方とかって分かれるので、うん、まず自分がどっち派の人かやね、そうですね、今どう思ってるかもそう含めてね。そうですね、じゃあちょっとインタビューしてみましょうかね、うん、今日初めて質問しますけど、どうですか、 お姉さんは何が欲しいですか。時間が欲しい。どうでしょうか、タイムマネジメント。時間はまあまあお金で買えたりするし、人によってはあの24時間って言われてるけど、それを例えば18時間みたいな感覚で過ごしてる人と26時間30時間で過ごしてる人いると思うんですよ。いらっしゃいますね、その時間の感覚って、うん、だからスケジュールが詰まってるからって忙しいって全然思わないんですよ、うん、いやもうこれだけなんかたくさんのね方とか事柄に求められて嬉しいわしかないので大変ですねっていう言葉が失礼やなと思うんですよ、うん、
だからそういう全部感覚ですよね、それって時間も。だからそのタイム感っていうのを逆にもっともっと身につけられることかもわかんないですね。1分の感覚ってどれぐらい自分が正確に持ってるかっていうこともやった方がいいと思いますよ。目を閉じて1分でパンとでストップウォッチでもいいから、どれだけの誤差があるかとかね。それだいぶ誤差ありますよね、1分ってね。いや本当そうなんですよ、ものすごい誤差ありますよね。もうこのタイム感がない方はもう全部時間が足らない、はい、うん、タイム感ちゃんと持ってる方はあの時間に追われないですよ。本当にもう分かりますね、ここで。そのもう積み重ねが人生どうなっていくかだからね。そうですね、はい、そのビザの積み重ねがね、本当にそうです、まあ、大きく、はい、影響してきますね、うん、タイム感大事ですよね、すごく物言います。いやでも本当にね、このタイムマネジメントを制するものは人生を制するように。いやもう絶対そうですよ、本当にね、このタイムマネジメントっていうのは大切ですよね。本当にそうだと思います。一番大事かなと思うね。で共通してどんな大富豪でも普通の一般の方でも共有しているもので時間なんですよね。まあ今いい実例をいただきましたね、本当に。うん、ただいまに公演情報をあなたにお届けするよ。急ですね。急ですよ。だよ、僕たちいろんなところに行くじゃないですか。日本中行きます。だよ、2月25日金沢アガスティアの葉、はい、そしてですね、3月4号は大島圭介さんの合宿で滋賀に、はい、滋賀に行きます、はい、そしてですね、3月7日神戸、そして3月8日は大阪、さらにはですね、3月15日名古屋、さらには静岡、うん、いろんなところに行くのでぜひ会いに来てください。会いに来てね。ありがとうございます。1日の中で、うん、でも24時間というのはもう決まってますのでね、うん、まあ、それをどのように自分の中でしていくっていうかというのはもう本当大切なところなのでね、うん、まあ、ぜひタイムマネジメント、まあ先ほどね、お長寿人は時間をお金で買うと言ってましたけども、もうこれも一つの手ですもんね。あ、そうです。だから交通手段もね、例えばね、タクシーは高いから電車でって言うけれども、うん、そのタクシーに乗ってる間に仮眠もできるわけですよ。だからどれだけのものを消費っていうか、ただぼーっと過ごすか仮眠するかとか、次のね電話かけれる、電車ではかけれないとか、そういうことを考えた時にタクシーに乗ることがいろんなプラスを生み出すこともありますよね。そうですよね、うん、だから本当時間をお金で買うという感覚が、やっぱり忙しい人はそういう感覚がないと、うん、もうどん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 時間なくなっていきますよね。そうです、そうです。同時進行に何かをするってことができないと、うん、一つ置いてから次っていうのは時間全然足りません。まあぜひその辺をですね、うん、やっててみてはいかがでしょうかね、うん、ぜひぜひ、はい、他にもですね、2023年になっていく中で、うん、まあ、お長夫人的にはこの2023年はどのようにこう生きていこうと、何かこう指針と言いましょうか、うん、何か2023年はお持ちですか。あ、でもそれで言ったら一言で言って軽やかに、軽やかに、うん、軽やかに、しなやかに、軽快に、軽やかに、軽快に、しなやかに、軽快に。何か今年はもう動いていかれるということですか。その予定です。あ、その予定なんですね、うんうん、もっと掘り下げていくと、動くという意味では何をどのように動いていこうとお決めなんですか、うん、あ、でももうここ行きたいなと思ったら行こうと思ってますよ。あ、じゃあもう本当それこそもうピッと感じたらパッと行動していくってことを繰り返していくということですかね、はい、うん、お長寿なんかもうやっぱりメッセージってたくさん受け取るじゃないですか、うんうん、こう一日の中で、うん、そうですね、うん、でそのやっぱこうメッセージ受け取った時っていうのはやっぱ即行動っていうのはやっぱ心がけてたりするんですか。いや、もう即です。あ、即ですか。やっぱもう成功者はみんなそうですよね。やっぱこうパッと広めた瞬間にもうすぐ行動するっていうのは、うん、今は今しかないから。そうですよね、うん、本当皆さん今を大切にされますよね。いや、もうそれでしょう、ね、もう今を大切にするからこそ未来が近づいてくると言いましょうかね、うん、本当にそう思います。もう本当にだからひらめいたらやるっていうことですよね。これを繰り返していけば本当にこの宇宙のバイオリズムに乗っていけるんじゃないのかなというふうに思うんですけど、うん、お嬢さんなんかそういう生き方をされてますもんね。そうですね、うん、だから逆らわないこと、それと最近すごく思うのは人は宝、人は宝、だから宝物って宝のものの人の方ですよね、はい、人材ってやつですね。あ、もう本当そうですね、うんうん、それをすごく感じます。常日頃からねそういうことをされていると思いますけども、じゃあ2023年はさらにそこに磨きをかけて、うん、軽やかにしなやかに動いていく2023年にしていくってことですね、うんうん、でもやっぱりこうやってなんかひらめいたことを次から次へとこなしていくっていうのは本当大切なことですよね、うん、ほとんどの人が先延ばしにしますので、うん、いやもうその先延ばしにできるのがある意味すごいなって思う。あ、私にさ恐ろしいこと、恐ろしいこと、もう恐怖しかない、恐怖、はい、先延ばしイコール恐怖、恐怖。この先延ばしした先には何が待ってるんでしょうか。恐ろしい、 身の毛もよだつ身の毛もよだつ先延ばしだと思いますよ。それだけ余裕で構えられるのがすごいなと思うんですよ。あ、 その余裕さは私にはない、その余裕さは私にはない先延ばしにする余裕はない。
って感じかな。でも本当その先延ばしにしていくと先延ばしにしていることが溜まってきますんでね、うん、次から次へと溜まっていくじゃないですか、先延ばしにしていくとね、うん、だからもう本当即時処理をしていきながら、うん、だって本当メッセージって一日にたくさん来るじゃないですか、たくさん来ますよね、たくさん来ますよね、それどう消化していくかですからね、うんうん、美味しくね、そうですね噛み砕いていくかですから、はい、はい、ということですね、はい、今日も素晴らしいお話をお聞かせいただきました、まあ、2023年をですね、あなたは一体どのようにお考えでね、はい、どこに向かっていくのかってことをね、決めてない方はぜひ決められてください、決められてる方はぜひメッセージに従ってすぐにね即時処理していってみてはいかがでしょうか、はい、ということで今日もねお長寿に素敵なお話をいただきました、お長寿ありがとうございました、はい、ありがとうございました、動画をご覧いただきありがとうございます、ありがとうございます、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします、よろしくお願いします、そして LINE 公式アカウントも新しくなりましたので、あ、新しくなりましたので、よろしくお願いします、登録お願いします、チャンネル登録はここ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